いらっしゃいませ。いただきなあ、カスガ。ん？お前好きでもない女に付き合ってくれって言われたらどうするよ。なんだよ急に。いや、焼き鳥と冷やしトマトを一緒に食ったら最初まずかったんだが、だんだんうまくなってきてな。男女最初はいまいちでもだんだんお互いを知っていけば愛も深まるもんなのかなってな。この鳥とトマトのように。お前酔ってんな。いいからどうすんだよ。興味ない女に告られたら付き合うか。勢いで付き合ってみるかもな。案外気が合うかもしれねえし。この鳥とトマトのようにか。それもういいわ。鳥とトマト気に入ってんのか。まあでも実際そんな機会逃したらお前の場合二度と付き合えねえかもしれねえしな。喧嘩売ってんのか。そういう足立さんはどうなんだよ、付き合うのか。当たり前だろう、何事も経験よ。それに俺くらいにもなると守備範囲も相当広くなるしな。定年間際のおっさんでもまだ経験値が欲しいってか。まあな、俺のレベルに上限はねえってことだ。そうかよ。そんじゃとんでもねえモンスターでも買ってレベル上げ頑張ってくれや。食われてゲームオーバーになんじゃねえぞ。まあ場合によっては撤退もあるかもな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。飲みすぎた。